皆さんこんにちは、ビーレジェンド大林です。今回はコメントでいただいた質問にお答えをしたいなと思います。タンパク質の摂取量に関するご質問をいただいております。リーンゲインズでは1回で摂るタンパク質量が多くなってしまうんですが、それは全部吸収されるんでしょうか。 40g しか吸収されないらしいので、やはり分けて摂った方がいいんでしょうか、ということで、これにお答えをしていきたいなと思います。結論から言いますと、一度に摂るタンパク質量はどれだけ多くてもですね、吸収はされます。まあ、この吸収っていう言い方がね、ちょっと良くないなっていう風に私もね感じるんですけども、一応ですね、摂ったタンパク質ほぼ全てですね、消化吸収されます。まあ、一度に 20g のタンパク質を摂ろうが 100g のタンパク質を摂ろうが、一応ほとんど全てのタンパク質は消化吸収されるので、そこはねまず安心をしていただければなと思います。ちょっと考えたら分かると思うんですけども、一度にですね、例えば 40g のタンパク質しか吸収されないで、 40g のタンパク質って言ったらお肉 200g ぐらいですよ。よくステーキ屋さんとかでステーキ1ポンド、まあ、450g とかですね。もしそういうのを食べたら、食べるたびに消化不良でお腹の中大変なことになってるはずなんですけども、そうはならないですよね。なのでしっかり吸収されるかどうかという点では、一度にどれだけの量のタンパク質を摂っても小分けにした場合と変わらないので、安心をしてくださいということになるんですが、まあ、よくねトレーニングしてる方が、まあ、吸収って言ってるのは、その摂ったタンパク質がどれだけ筋肥大に影響を与えてくれるか、筋肥大に寄与してくれるかっていうことだと思うんですね。この質問者さんがおっしゃってた、まあ、一度に 40g っていうのも、まあ、その観点からねおっしゃってるんだと思うんで、まあ、そこの話に移っていくんですけども、確かにですね、筋タンパク合成、まあ、筋肉をつける、反応ですよね。この筋タンパク合成を促進するタンパク質量っていうのは限界があると言われています。これがだいたいですね、体重かける 0.4g、 例えば私今体重80キロぐらいですので、一度に32g のタンパク質を摂れば、だいたいこの筋合成の反応っていうのは最大限に達するというように言われています。この研究結果だけ見れば、まあ、一度にですね、体重かける 0.4g のタンパク質を小分けにして、どんどん摂っていくのが一番こう効率よく筋肥大できるのではないかっていうふうに考えることもできるかもしれないんですけども、私はですね、この考え方にはちょっと懐疑的であります。なぜかというと、筋肉をつけていくっていうのは、まあ、もちろん筋合成を高めるっていうのも大事なんですけども、忘れてはいけないのが筋分解を抑制するっていうことなんですよね。人間の体っていうのは常に筋合成と筋分解とが起こっている状態で、その合成と分解がスピードがですね釣り合ってるから筋肉量が変わらないっていう状態なわけなんですよね。なのでいくらですね、筋合成の反応を高めたところで同じだけ分解してしまっては筋肉って増えてくれないんですよ。なので筋合成の反応を高めるということと同じぐらいですね、筋分解の反応を抑えていくっていうことも、ものすごい大事になってきます。特に減量中はそれがね、ものすごい重要になってくるので、筋分解を抑制するという観点で見てみると、実はですね、体重かける 0.4g よりも大量のタンパク質を摂取した方がよりですね、筋分解を抑えられるという研究結果も出ていたりするので、筋合成の反応自体はある一定のラインで頭打ちになるんですが、それ以上取ったからオーバーした分は全部無駄になるのかというと、そんなことはなくて、オーバーして取った分のタンパク質っていうのも筋肥大にちゃんと貢献をしてくれるので、そこは安心をしてください。たくさんタンパク質を取っておけば、それだけですね、筋分解を抑えるっていう効果は発揮してくれるので、それほどですね、筋合成を最大化してくれるタンパク質の摂取量というのにこだわる必要はありません。まあ、私がねリーンゲインズで体作りやってた頃なんかは、1回にですねタンパク質 80g から 100g ぐらい取ってたので、筋タンパク合成を高める最大値から、まあ、オーバーした分のタンパク質が無駄になるということでしたら、まあ、僕多分減量失敗してると思うんですよ。もう筋肉量も落ちまくってですね、どんどんガリガリになっていく
ような典型的なダメな減量になったと思うんですけども、決してそういう減量をしてしまったという自覚はないので、おそらくですね、それほど一度に摂取するタンパク質量っていうのは、まあ、気にする必要もないんではないかなというふうに思ってます。ただですね、タンパク質を小分けにして1日通して摂った方が筋タンパク合成をよりですね効率よく刺激してくれるというのは事実ではありますし、実際にですね限られた時間でまとめてタンパク質を摂った場合と、まあ、1日小分けにしてですねタンパク質を摂った場合と比べた研究なんかで、1日小分けにしてタンパク質を摂ったグループの方が、まあ、筋肉の増えた量が多かったっていうような研究結果も出てたりするので、リーンゲインズなどでこう一度にね大量のタンパク質を摂取するデメリットもそれほど少ないと思うんですけど、もうわざわざ一度に大量にねタンパク質を摂ることで筋肉がつきやすくなるみたいなメリットもないので、タンパク質のね1回の摂取量は、まあ、気にすることはないとはいえですね、まあ1日通してタンパク質は平均的に摂るようにしていただくのが一番いいんではないかなと思います。朝昼晩と3食食べていただいて、足りない分はまあ間食のプロテインで1回または2回飲んでね補っていただくみたいな形で、1日3食から5食ぐらいに分けて朝から晩までですねきちんと食事をとってタンパク質を摂ると、でその過程でタンパク質がですねちょっと多くなっちゃう時もあると思うんですよ。お昼こうステーキ食べに行ってねがっつり食べてタンパク質多くなりましたとか、夜に焼肉の食べ放題でタンパク質多くなりましたとか、そうやって多く食べた分は、まあ、決して無駄にはならないので、そこまで気にしないでくださいというような形になります。今回はですねタンパク質の一度の摂取量、まあ、どれぐらいがいいのか、吸収されるタンパク質量に限界があるのかというお話をさせていただきました。一応ですね摂ったタンパク質は、まあ、どれぐらい多かろうとですね全て吸収はされるんですけども、筋肥大を促進するためのタンパク質量には限界がありますよと、オーバーした分が全部無駄になるかといえばそういうわけではないですよというお話かといってですね、一度にあんまり大量にタンパク質を摂るメリットもないので、一日通してですね食事を摂る中で無理なくですねタンパク質摂取をしていただくのがいいんじゃないでしょうかというお話をさせていただきました。ぜひ参考にしてください。他にもですね知りたいことがあればコメント欄に書き込んでいただければなと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。